いつも気まぐれチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。屋外で自転車を保管する場合は屋根があってもカバーは必要です。そこで今回おすすめするのは五箇寮さんの自転車カバーです。自転車カバーって必要なの？って思うかもしれませんが、カバーをかけて保管をすることで雨や風、紫外線などによる劣化スピードを遅らすことができます。またカバーをすることで車体が見えなくなるので盗難のリスクがかなり減ります。乗るたびにカバーを外したり装着したりするのが面倒くさいと思いますが、自転車を長く快適に乗るためには必要な作業です。それでは早速開封していきましょう。特徴といたしまして、素材極厚 420D ボックスフォード生地を採用し PU コーティングされています。止水テープと二重縫製、縫い目からは水が入らないようにしっかりと撥水加工をして二重縫製止水テープで雨や雪にも安心です。伸縮ゴム、前後輪ワンタッチバックル、裾には伸縮ゴムがあり車体をしっかりと覆います。しかも前後輪には脱着が簡単なワンタッチバックルがあります。これで風やホコリの侵入を防ぎます。盗難防止と反射テープ、前後にはロックホールがあり、しかもステンレス製なので錆びにくいです。ロックホールの内径は4センチになっております。4本の反射テープは夜間でも見つけやすいです。4つの反射ハンドル、カバーのバランス取りや脱着を簡単にしてくれます。対応シャスとサイズ、横 200cm、 幅 70cm、 高さ 110cm で29インチまでの車種に対応。シティサイクル、マウンテンバイク、クロスバイクにスクーターまで使用できます。メーカー五箇寮、サイズ 200×110×70cm、 重量約 700g、 付属品自転車カバー本体、収納袋、対応車種ママチャリ、電動自転車、シティバイク、ロードバイク、クロスバイク、スクーター。それでは自転車カバー設置していきましょう。センターラインが入っていますので簡単に位置決めができます。
それでは防水テストをやっていきたいと思います。分かりやすいようにこちらティッシュの入れておきます。いかがでしょうか。ティッシュが全然濡れていません。かなりの防水です。